続きまして第4問目は少し趣向を変えましてクロストークとさせていただきます。クロストークのルールにつきましては後ほどご説明させていただきますが、クロストークのテーマは TPP でございます。特にここ1年内 TPP という言葉がマスコミ報道でにぎわっておりますが、少し簡単にご説明させていただきますと、こちらは環太平洋戦略的経済連携協定の略でございます。つまり太平洋を囲んだ地域の国々による経済の自由化を目的とした連携協定なわけですけども、特に重要なのがこの加盟国 TPP に加盟した国々は2015年までに全ての関税をゼロにしようということが合意されております。現段階では加盟国はシンガポール、ブルネイ、そしてニュージーランド、4カ国にすぎませんが、現在加盟交渉国としてアメリカ、オーストラリア、マレーシア、ベトナム、ペルーが入っております。これに日本が加わるだろうということが現在さまざまな議論を呼んでいるわけですが、やはり TPP 参加にもメリット、デメリット双方があるかと思います。まずメリットから説明させていただきますと、当然関税が撤廃されますと貿易の自由化が進みますので、日本の製品、特に工業製品の輸出額は増大するであろうというように言われています。また大手の製造業にとっては企業内貿易、つまり海外に支社などがある企業が多くありますので、そういったところではその海外の支社とのやり取りがしやすい、そのため効率化して利益が増えたというふうにも言われています。一方で当然デメリットがありまして、やはり一番強調されている点は日本の農業に大きなダメージを与えてしまうのではないか、海外から安い農産品がどんどんさらに入ってきてしまうことによって日本の農業が衰退してしまう、食料自給率がさらに下がってしまうということが懸念されます。さらに国内の農家の、に対して、海外の安価な商品が流入するとさらにデフレが進行するんじゃないかというような可能性も指摘されているわけです。でこちらもですね茨城県、私たちが住んでいる茨城県を例に考えてみたいと思いますが、ちょっと戻しますと、非常に単純化すれば、工業製品、輸出の工業製品は増大する、の輸出額は増大するんです。しかし、農業はダメージを受ける。このメリット、デメリットが大きいわけですけれども、茨城県、農業県でございます。全国で農業産出額は第2位。4306億円です。北海道について第2位だと思います。それに対して実は茨城は工業の県でもある、日立市、鹿嶋市等とございますが、製造品出荷額も10兆8458億円で全国第8位です。単純に言いますと、もしも TPP に参加すれば上の農業産出額は大きなダメージ、しかし下の工業品、製造品の出荷額はおそらく伸びるだろうということが予想されます。逆に TPP に参加しないと農業生産額は維持されます。しかし他国、日本以外の国々が TPP を結ぶことによって、もしかしたら日本の工業製品の輸出が下がってしまうかもしれない。これはまさに茨城県にではTPP のメリットもデメリットも双方大きい、これも非常に難しい問題だというふうに思います。こちらにつきまして、ぜひ立候補予定者お三方のご意見、ご見識を、ご見解を述べていただきたいと思いますが、今回に限っては他の立候補予定者の方への質問もしくは反論も許可いたします。そしてまず最初にお一人3分ずつご見解を述べていただきまして、その後ちょっと私、コーディネーターの進行で皆さんの議論を踏まえつつ、15分程度で全体のクロストークを進めていきたいというふうに考えております。それでは、まずは宇野さんから、 T
TPP についてのご見識を伺えば。私は TPP は TPP は絶対反対です。 TPP は関税を例外なく撤廃するものです。農水省も食料自給率が 13% まで落ち込む350万人の雇用が失われると示唆しております。農業産出第2位の茨城、その栄光額は1400億円以上、なんと米の 94% が減少する。そのように茨城の JA 中央会が試算しております。農業に決定的な電気を与えることは必至です。農村も国土も荒れ果てても構わない、そういうものです。TPP の参加は農業だけでなく安全で美味しいお米を食べたいという消費者の願いにも反して食の安全が脅かされます。食の安定供給も脅かされます。今世界的に気候が不安定で干ばつや洪水などその影響で日本に入ってくる食料価格の高騰や高騰など本当に影響があり問題だと思います。ですから茨城では JA や医師会など断固反対ということで力を持って頑張っております。一部の輸出大企業の大企業とアジアへの農産物を輸出拡大を狙うアメリカの利益のために私は国土と環境を守り食料を抑える日本の農業を壊滅させるわけにはいきません。自分の国で食べる食料は自分の国で賄う、これは当たり前のことで、物資大統領でさえ食物を自給できない国は国でない、そういうふうに言われる本当に国の主権産業である絶対 TPP 参加反対です。また農業だけでなく雇用や公共事業、国民生活全てに影響し、客があって一人なしの TPP 参加断固反対です。TPP について私も反対であります。残念ながら農協さん推薦してくれませんでしたけれども、これは要するに一言で言えば日米修好通商条約、かつてのいい対応が結んだ条約に等しいというふうにも思っております。もっと分かりやすく言えば今の状況はどうか、それは家を買おうとして本当に大変です。家を買うってのはどう組んだりして、キッチンがどこにあるかわからない、間取りが見えない、値段もわからない状況でやはりこれサインできません。したがって私は交渉参加ぐらいはという話がありますけれども、これはもう先ほど来出ているようにこれは国家の独立国家の主権にかかる問題でありますから、関税が例外なくゼロということはこれはありえません。農業について言えば確かにさっき茨城県の先生から説明がありました。額は工業製品に多いかもしれません。しかし人間は食べ物はなくて食べていけませんから、食料自給をきちっと目指すというのはこれは国家として当然の責務だと私は思っております。輸入すればいいというものじゃない。したがって耕作面積で見れば日本はアメリカは日本の160倍と言われています。一人当たりの耕地面積、オーストラリアは1500倍です。これ太刀打ちできないです、自由化したら。今でさえ農業は日本は自立していると言えません。今までの農業政策も私は申し訳ないけど誤っていると思います。私は食料については、
兼業農家の勧めというのを最近主張しております。少しでもいいから食べ物を自分で作るようにしよう。そうやって一人一人の積み重ねが大きな国全体としては食料自給につながるというか私は思っています。大規模の集約というのは日本ではいくら集約してもそれは1500倍のお勧めにはなりません。そういった観点で反対の立場でございます。加えて ISD 条項ラチェット規定があります。 ISD 条項というのは結局自分のところに不利益だったら訴えていいよという話です。ラチェット条項というのは一旦入ったらその国が不利益でももうやめることできませんよというのを決められているんです。これではとても私は進めることは難しい。で TPP は離脱が自由になっています。一応しかしさっき言った ISD 条項やラチェット条約がありますから規定がありますからこれ訴えられます。結局アメリカが入ってきたことによってもともとは対中国っていうこともあったと思います。しかしアメリカが入ってきたことによってアメリカも自動車工業界反対してますけれどもこれは大国の死そのものだと私は思っております。 EU の失敗もあります。必ずしもこういった制度を作ればプラスになるというわけではないということを申し上げています。なんかクロストークですね。まだ反応の時間がありますので大丈夫です。では梶山さんお願いいたします。これにつきましては私も反対です。まず情報があまり開示されてないということなんですね。これは秘密交渉ということが原則になってまして、野田総理は国民的議論に付して皆さんの合意を形成を図っていくということでしたけれども、ほとんど情報が表に出ていないということなんですね。 TPP 何のことやらっていう人が、大体全体の8割ぐらい、そして一つ一つのことについてもなかなかわからない状況だということなんです。まずはやはり情報をみんなに知らせてほしい。決まってからこうなりましたじゃなくて、こういうことに関して交渉をするんですよということなんですね。ですからこれを言えば交渉には入れないということなんですが、官僚の人はそうでしょう。でも政治家は言えると思うんですね。こういうことに関しては私たちはあまり賛成できない、そういう意思を持って交渉しますよということは、大事じゃなくても周りの方が言えると思いますので、ぜひこういう情報の開示というのをまず最初にしてほしいという。一つ屋根の下で一緒に暮らしましょうよということなんです。他の国も一緒に暮らしましょうよということなんです。農業は関係がなくて大変な打撃を受ける可能性があります。東京から茨城に物を持ってくるときに利根川を越えて関税がかかるわけじゃありません。それと同じように太平洋を越えてきて今度は関税がかからないという話なんですね。ですから運賃だけで商品が売り買いできる、農産物のみじゃなくて他のものもそういうことだということなんです。その他にも例えば公共事業、そして公共の例えばこういう椅子を買うとかそういう購買のもの、それもアメリカの企業もニュージーランドの企業もオーストラリアの企業も入ってきていいよということなんですが、多分ここには来ないでしょう。でも東京大阪名古屋には必ず、そこで弾き出された業者は水戸宇都宮高崎などに、そしてさらにまた弾き出された業者は、中市北千代市北朝鮮に送るということなんですね。地方に行けば行くほど企業の規模が小さくなればなるほど大変な制度だということですから、地方の人間にとっては大変死活問題ということになると思っています。自民党は6項目条件を決めたんですね。政権公約に出ているのは政府が政治的関税撤廃を前提にするために交渉参加に反対するということですけれども、自動車の数量の割り当てもダメ、国民皆保険を守る、そして食の安全安心の基準を守る、国の主権を損ないような ISD 条項は合意しない、政府調達金融サービスと我が国の特性を踏まえるということなんですけれども、例えば JA 共済の共済というのもダメですよ、保険会社がやらないとダメなんですよということも言われて、軽自動車というのもそういう制度があるからアメリカ社が出ないんだということもやる、そういうことも含めてある制度です。さて困ったことになりました。お三方とも反対なのでクロストークにならないんですけども、それじゃつまりませんので、ちょっと私から質問させてください。先ほど戻りますが、このメリットの部分、特にこの日本の製品の輸出額が増大するという部分がございます。
当然日本輸出大国でございまして、さまざまな工業製品を輸出して、おそらく日本の GDP に関してはもうこの工業製品の部分が非常に大きい、これはもう事実だと。さらに茨城県においても額で比較するともう農業生産額も桁が違う形で製造品の出荷額がある。昔バスに乗り遅れるなという言葉がありましたが、例えば日本は TPP に参加しませんでした。しかしアメリカは参加します、韓国も参加します。だったら先ほど高野さんからどんな話がございましたけども、日本製品がますます売れなくなってしまって、むしろ韓国製品、アメリカ製品がどんどん売れるようになってしまう。そうすると日本の輸出が減ってしまって、日本経済に打撃を受けるという可能性も当然出てくるんだと思います。こういったことについて、反対のお三方いかがお考えでしょうか。もしご意見があればつまりでいらっしゃいますが、じゃあ梶山さんお願いします。TPP が全ての通商交渉じゃないんですね。 EPA、FTA という2国間のものもありますし、多国間のものもある。そしてこれも全て JA の皆さんも反対かというとそうじゃない。例外品目があればそれは交渉次第だということなんですね。工業製品も農産物も例外品、自分の国にとってどうしてもこれだけは譲れないというものの、その国の存立に関わるものというものを例外品目に掲げてやっているんですけれども、EU のように例えば一つの国の扱いになるということを島国の日本ができるかどうかといったときには国の存立が難しい。やっぱりそれぞれ個別に EPA、FTA も含めてやっていくということなんですね。で、開国をしてないかというと開国はもう 93% 品目ではしてるんです。残りの 7% が日本の国の存立に関わるんだということで慎重な交渉をしなくちゃならないというんですけども、全部開国する前提ではとてもとても私は交渉というのはできないと思っています。他のお二人いかがでしょうか。でも、運動さんお願いします。はい、関税を例外なく撤廃するもので、自民党さんも民主党さんもトップの方が守るものは守るんだということで推進したり足を踏み出したりする。また民主党さんではこの TPP 問題で反対の方はこれにしないというような話もそういう話もありまして、そういうちょっと話が出ちゃうんですが、党との関係というのはどういうふうになっているのかちょっとお聞きしたいなと最初に思っていますが、ロスボクらしい何かを質問ですがいかがですか。質問されたんで答えないわけにいかないなと思いますけれども、 TPP に関しては本当にこれはですね、EU は金融統合までやりましたけれども、できる限りはですね、そこまでは言っておりませんけど、とにかく例外ない関税っていうのはですね、これだけいろんな民族、国家で近いから、私はこれはもう正直無理だと思ってます、こういう考え方。ですから、梶山さんとどうしてもこの話だと一緒になっちゃうんですが、EPA や FTA っていうものを、これだって大変なんです。それでもいろんなところで交渉しながらやっている。でこれはやっぱり WTO の枠組みにのっとって EPA、FTA もありますから、これはやっぱりきちっと進めていくということで、私はやっていくべきだと思っているんです。で、今、共産党のさんから話がありました、公認の問題がありました。これ、マスコミがですね、たくさん書いてくれるものですから、条件にしないと、私も随分、一時困りました、ね、言い訳するのにですね。しかし、おととい、マニフェストが正式に出ました。ちょっと文面間違えちゃいけないので読ませていただきますけれども、国益の確保を大前提として守るべきものは守りながら多角的包括的な経済連携を進めます。でこれはTPP に対して言ったことではないと私も理解していますし、包括的な連携ですから、これ EPA、FTA もあるわけですから、これはきちっと進めるというふうに私はマニュアルで書かれたと思っております。それから公認の条件に鳩山さんがですね、TPP に、署名できないみたいな言い方をしてやめましたので、みんなその署名にそう書いたと思っているんですが、これは各政党ともおそらく3人とも一緒だと思うんですが、政党の政策理念、そうしたものに、沿って、それを守るというふうに一筆書いてあるだけでありまして、 TPP も何も書いてありませんし、これは、民主党の中でも議員間での議論と進められておりません。したがって私どもとしてはこれをマニフェストに盛り込むことは反対をしてたわけなんですけれども、結果としてマニフェストに盛り込むことにはなってないということははっきりと申し上げておく
かなというふうにも思います。まあ、いろいろありますけども、とりあえずありがとうございました。なんかクロストークで帰って3人仲良くなったというか感じになりましたね。でもしかしお三方から徐々にご見識が伺えて非常に有益だったかと思います。ありがとうございました。それではまた一問一答に戻らせていただきます。質問第5問目は原子力です。まだこちらは政府の原子力政策のまだ過程でございますので、あくまで中間的なものですけれども、政府は原発に依存しない社会の実現に向けた3つの原則というものを示されていまして、40年運転制限制、つまり原発はもう40年動かしたのも止めるということを厳格に提供しよう、規制委員会の安全確認を得たもののみ再稼働しよう、今止まっている原発がほとんどですけれども、再稼働するにはもう完全に安全確認しましょう、さらに新規の原発の新設増設は行わないというようなことを3原則を提示しています。そして2030年代に原発稼働をゼロに、ゼロを可能とするよう、グリーンエネルギーを中心にあらゆる政策支援を導入。その第一歩として、政府は本年末までにグリーン政策対応をまとめるというふうに言われておりますが、まあ、残念ながらまだ結論が見えているという形にはなっていないかと思います。そしてやはり我々、茨城4区は、この原子力大変重要な問題です。東海村がございます。でやはり東海側ではこの東海大原発というものが非常に大きなテーマになっておりまして、こちら産経ニュースから持ってきました東海村の村長さん のお話ですけども、東海村では東海大原発の再稼働の是非など村の今後を決定する大きなテーマについてはもう住民投票を実施しようという考え方を表明していらっしゃいます。しかし住民投票をいつ実施するかにつきましては、まだ国の方針が定まっていない。ですので、機が熟してから考えたいというように、まだいつということは決まっておりません。でさらに、もう一方で、村の最先端、世界最先端の技術を原発以外に、医療、産業分野で活用するような将来ビジョン、原子力センター構想について、ね、何決定したいというふうに、東海村の村上村長はおっしゃっています。でおそらくこの原発問題、原子力問題、さまざまな問題であります。まず政府の対応がちょっと遅れてみたということ。そして現在、一挙の価値が止まっております、原発。その原発を動かすか動かすまでかの政府。そして将来に向けて原子力発電所を廃止するのか、それとも推進するのか。もし廃止するとするならば、原子力に代わる代替エネルギーはどうするのかという問題があります。そして、焼却灰の最終処分場はどうするのかという問題もありますし、さらに原発の立地自治体、もしくは原発立地自治体の周辺自治体への配慮というものがございます。しかし、この配慮という2つ意味がありまして、1つ、いざ事故があった場合の安心安全をどう考えるかというのも、これは1つございます。しかし、もう一方で、原子力が地域経済を支えている部分もあるんです。例えば東海村の歳入 40% は原子力関係というふうに言われております。もしも原子力がなくなったら、もしくは原発がなくなってしまったらば、地域経済が立ち行かなくなる地域、これもやはりあるわけです。茨城4区にとってもやはりこの原子力、原発に限らず原子力と今後どう付き合っていくのかは極めて重要な論点というふうに思われます。それではこの原子力につきまして、お三方はどのようなご見解をお持ちかをお伺いしたいと思います。では続きまして高野さんからお願いいたします。高野さんですね、はい。この原子力の問題、特に福島の事故がありました。で今日私はこの問題に逃げずにと言いますか、正面から取り組むっていうのはやっぱり今を生きる政治家の最大の使命であり、歴史的な私は大げさではなくて責任だというふうに思っております。でこの全般的に、自民党と民主党今回違うという点については党と方針としては、私ども民主党はですね、原発に依存しない社会を目指すと、今先生の方が話があったように、40年の原則であるとか、あるいは2030年代に原発をゼロにしていく、
依存した社会を作っていくということを正式に党として決定をさせていただいています。一方自民党さんは確かマニフェストで間違っているようですけれども、10年かけて議論をするということを言っております。私は10年をかけて議論をしている余裕はないというふうに思っております。方向性としては私は党の方針と同じ考えを持っておりまして、原子力依存しない社会を作っていきたい、まずそう思っていることをお伝えをしたいというふうに思います。ただ配慮ということになりますと、やはり現実的な対応も一方で必要である。それをしっかり やらない政治家は私は無責任だと思っています。したがって東海村にはそういった技術力、今までの歴史、そういったものがありますから、この周辺地域をやはり国家プロジェクトとして原研機構の再編強化、バックエンド、いわゆるバックエンド、配慮技術の確立であるとか、あるいは安全対策技術、これをきちっと作っていくということが、私は国の政治家として最大の役目の一つだと。したがそれがなければ安全は守れないし、配慮もできない。ですから、同時並行的に原発をやめる配慮に向けていくかといって、じゃあ原子力の予算を減らすのか、そうじゃない、逆に増やさなきゃいけないかと私は思っております。で、それを言うと推進派と言われ、別なことを言うと反対派と言われるんですが、私はそうではなくて、これはきちっとした施策を講じていく。しかも東海は原子力の平和の日が初めてと思った歴史的な事件なんです。ここをきちっと整理していく。安全対策、配慮に向けた、そういうものを同時並行的にもう始めなきゃいけないと私は思って、そのことだけは強くこれを進めたい。すでに経産委員会、私の理事が取りましたけれども、質問でもこのことを提案をさせていただいております。でなお今、文科委員会ですけれども、原子力の技術者、もう大学に原子力学科がほとんどないんですね。皆さん、ないんです。東大にも京大にも学科はないんです。大学に少しあるだけなんです。で今チェルノブイリの事故から始まって今度の東海大で今年は調べさせたんですけども、もう本当にですね、原子力を勉強するという学生がいなくなってしまいました。ですから私は国の責任として、これは何としても国を守るために、これからの安全対策、死死孫孫に至るまで続いていきますから、原発廃炉にしたって放射性廃棄物高濃度残るわけですから、これを100年、200年、我々は思いをしていかなきゃいけないんです。ですから、そのための研究者の育成、これ絶対必要でありますし、そうしたことをきちっとやっていくというセットで、これはやらなきゃ、私は単に賛成反対だけでは無責任、党の方針として、そういうふうに決めてありますけれども、そういった技術力維持や人材育成、その拠点として、東海村周辺の地域を果たすべき役割が、むしろ大きくなっていく。私は思っておりますし、力はその地方法には入れていきたいと思っております。以上です。では梶山さんお願いいたします。昨年の3月11日の大震災、それに続く福島原発の事故、この状況を見て今までの考えが変わらない方は私は変えるだと思っています。私自身も今まで年に政策をやって、原発を進めてきた一人でありますから、大変大きな責任を感じているということであります。原発を少なくしようという方向に関しては、まさにその通りだと思います。脱原発依存という言い方もあります。蓄原発という言い方もあります。今4基の原子炉を廃炉として、全国で50基の原子炉があるわけであります。それらについてどう安全を見ていくか、今まで通りの組織じゃないということで、今までは文部科学省の原子力安全基盤機構、そしてさらには内閣府の原子力安全委員会、また経済産業省の原子力保安院、この3つがその安全を見ていたんですけど、全部やっぱり役所の紐付きなんですね。ですから今度原子力規制委員会っていうものを作りました。これは国家行政組織法という3条に基づいて作ったもので、消費者庁なんかと同じように独自の権限を持って独立性があるということであります。そしてそこの委員を選ぶということなんですが、そこは経済的要因であるとか、電気代が高くなるとか、産業がなくなっちゃうとか、そういうことは一切排除します。そういうことは考えません。さらにはまた政治的な介入も排除しますということで、
純粋に安全技術面だけで判断をするというのを3年以内にやっていただくということなんです。ただ安全だと言ってもこれだけではダメなんです。一回事故が起きました、起きた以上は避難計画が立てられなければダメということで UPZ とは緊急時防護措置準備区域って言うんですけども、30キロ圏内、この人たちが順次逃げられるような避難計画が現実的に立てられるかどうかということなんですね。茨城の場合は約100万人、93万数千人いるわけですから、本当にこれが立てられるかどうか、この2つによって動かせるかどうかというのを判断しますから、機械的に判断がされます。そしてこれを絶対できなければ原子力規制委員会が OK と言ってもこの避難計画が立てられなければ動かないということになると思います。全国の原子力についても同じ同様のことが行われるということで、先日は島根の原発で40万人の避難計画を立てなくちゃならないという報道もあったわけであります。ただ今再生可能エネルギーだけで大丈夫かというとですね、再生可能エネルギー大体 10% です。 10% のうちの 9% がダムなんですね。大型のダム、残りの 1% が太陽光であるとか風力ということになる。そうすると、まあ、変な言い方ですけども、風のない夜はどうして暮らそうということになる。これを 20%、30% 上げるには電圧とか周波数を一定に保たないとうまく送電ができない技術的な課題があるということですから、その技術的な課題も勧告せずに全て再生可能エネルギー、また、化石燃料でやるというのは少し政府としては無責任なんじゃないかなという気がいたします。化石燃料についても今まで地球温暖化の原因だと言われてきた、石炭、ガス、石油を減らしていこうという方向だったのが、今は 90% 以上がこの石炭、ガス、石油なんですね。緊急避難的にそこに見えるのは世界的にも許されると思いますけれども、もうそろそろ世界の各国からいろんな避難が出てくるところ、そしてさらには90年比で 25% CO2 を減らしますよという宣言もまだ生きているということですから、大変難しい課題が両脇にある中でどういう選択をしていくかということであります。さっき TPP の話で、じゃあ工業製品これだけなくなっちゃっていいのかなっていう話がありましたけれども、高い電力の場合はやはり産業の空洞化っていうのは一層進む可能性があるわけであります。そうならないようにどうするのかということも考えなくちゃならない。まあ高い電力でもやってもらう、国が逆に電力料金を安くしてっていう韓国のようなやり方もあるかもしれませんけれども、もう少し慎重に考えて3年までにそれからを考えて、10年までにどういう構成でやっていくか、原子力何パーセント、火力が何パーセント、そして再生可能エネルギーが何パーセント、今年始まったばっかりの再生可能エネルギーの比率も含めて、やっぱりそのぐらいはかかってしまいますよ、技術で開発しなくちゃならないものもありますよということで、その10年という数字を出させていただいたということですから、ぜひ、まあ、そういう現実的なことをご理解をいただきたいと。では宇野さんお願いします。福島の原発事故ですが、いまだに16万人近い方が困難な避難生活を強いられております。いまだに放射性物質が続けています。収束していません。日本は地震津波列島です。原子力は完成された事実ではありません。私は再稼働をやめ、直ちに原発ゼロにすることを求めていきたいと思います。それからプルトニウム循環方式からの撤退、原発の輸出、これも中止を求めていきたいと思います。東海第二原発ですが、この前の震災であと70センチ津波が高ければ福島と同じような事故になっておりました。そして建設から34年が経って老朽化しております。定期検査でも知らずサポートのひび割れなど重要な欠陥が指摘されております。30キロ圏内には100万人近い方が暮らしております。事故が起きたら避難のしようがありません。生活も財産も失われてしまいます。そして東海村を中心に原発で働いている方いらっしゃ
いらっしゃって雇用が失われるんじゃないかとか、自治体に財政が影響するんじゃないかとか、そういう思いをいらっしゃる方もいると思いますが、私は廃炉にすると廃炉にする期間というのは20年以上かかります。そして建設するのと同じぐらいお金がかかります。ですから雇用がすぐになくなるということはないですし、自然エネルギー、再生可能エネルギーをの急ピッチで開発を急ピッチで進めれば雇用の確保も可能です。ドイツでは現在原発関係の労働者3万人、それに対して自然エネルギー関係が37万人、そう言われております。原発の16、13倍もの雇用効果があります。ですから急ピッチに再生可能エネルギー、自然エネルギーの活用を進めることは必要です。また日本は自然エネルギーの宝庫です。太陽光、風力、地熱、波力など今ある原発の40倍ものエネルギーがあります。何万年も放射能を出し続ける放射性廃棄物、核のゴミ、これ以上増やしてはならないと思います。処理する技術を持っておりません。後の世代に危険な遺産、これ以上残してはならないと思います。私は速やかな原発ゼロを実現を目指して頑張っていきたいと思います。東海第二原発の廃炉、再稼働をやめるために頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ちょっとだんだん時間が落ちてきましたので、次に行かせていただきます。第6問目、そして次の第7問目は、今までの質問は青年会長の方々にお考えいただいたのですが、6問目、7問目につきましては常盤大学の学生たちに考えてもらいました。今日も会場 の場所で常盤大学の学生11人がお手伝いさせていただいておりますが、彼ら議論をしてもらって考えていただいてもらった質問です。1つ目、雇用部会。現在9月の速報値ですが、完全失業率で 4.2%、 そして有効求人倍率は 0.8、 これ茨城県も同じ数値になっておりますが、茨城の当局によりますと、それまで改善の動きはあったんだけれども、改善の動きが弱まっているというような発表がされています。そして大学生の就職率、昨年の末の段階では 93.6% でして、これ過去6番目に低い水準となっております。いずれにせよ、依然として厳しい雇用状況が続いているということは間違いないと思います。さまざまな論点がございます。例えば、地域経済が衰退、そうすると当然雇用不足、そうすると若者がどんどん外に出ていってしまう、と、ますます地域経済が衰退というような負の連鎖、これ実際に起きております。さらに、ここ10年代、非正社員、もしくは派遣社員といったものが増えていまして、彼らの雇いの目、あるいは派遣人といった問題が取り沙汰されております。そして内定取り消しといった高校、大学、卒業予定の就職難、これ本当に深刻でして、私はゼミ生で4年生、3年生持っているわけですが、4年生の就職がまだ全員決まらないうちに、もう12月1日には3年生の就職活動が始まってしまう。つまり3年生と4年生がライバルというような状況になっております。さらに失業者や政府というものがございますが、特に茨城県北地域は非常に深刻な状況にある。これ私大学教員として、就職活動に対する学生のサポートをしておりますが、実感として非常にこれ厳しいというふうに感じております。ではこのような厳しい雇用対策、雇用、特にこの県北地域の雇用対策につきまして、お三方のご意見を伺いたいと思います。それでは梶山さんからお願いいたします。今、先生がおっしゃったように、大変厳しい経済状況であるということであります。そして若年層のですね、失業率というのは、
10% なんですね。今完全失業率は平均しての 4.2% ということですけども、若い人たちの失業率っていうのは 10%、 しかも今度は就職ということで社会への入り口で門を閉ざされてしまう、ドアを閉ざされてしまうということは、これから将来も本当に正規の雇用がしてもらえるのかどうかっていう不安がたくさん出てきていると思います。まず第一にはやっぱり雇用の受け皿を増やすということ、企業の誘致であるとか立地ということが考えられます。これに関しては県北ではいろいろ市町村長さん、また知事さんとも共同して、まあ、小松政策所とか、また日立県議、またさらにはそれぞれの工業団地の中で中国木材であるとかいろんな企業を持ってきましたけども、なかなかやっぱりこれもミスマッチもある、自分の行きたい職業とその現場っていうのが違うということもあるんですけども、そういったことも相まって大変大きな収支になっているんではないかなという気がいたします。まあ、受け皿を増やすということと、さらには自民党の政策の中でこの就職になかなかできなかった人たちを孤立をさせないということで、新たな職能教育、また技術教育、そういった機関を作っていこうじゃないかということも一つ入れられています。それは地域ごとの単位でやっぱり作っていく必要があると思いますし、あとは地域の産業について学生の皆さんにもいろんな形で理解をしていただきたい。中小企業もやはり企業として大手が入るんであれば大手がいいに決まってはいるんですけれども、まあ、中小企業もやはりいい企業がありますので、まあ、そういった情報もいろんな形でミスマッチのないように、まあ、探していただくということも大きな一つ要因になるんではないかなという気がいたします。私もサラリーマン生活をして、その後は2人で、ある人と2人で会社を起こしてずっと企業の経営をしておりました。まあ、数名の会社ですけれども、まあ、若い人にも入ってもらい、まあ、いろんな仕事もしてきたわけなんですけれども、まあ、そういったそのバイタリティも、まあ、学生さんには少し必要なんじゃないかなと思うところもあります。いずれにしましても、社会への入り口でドアを閉ざされてしまう、門が閉ざされてしまうことのないように、まあ、できる限りの政策を総動員をしてやっていくということが非常に大切なことだと思っています。では、野さんお願いいたします。はい、私は雇用対策としては大企業利益剰余金、それらの内部留保ですね、260兆円もあります。それを管理させて雇用などに管理をさ管理させること、このことが必要だと思います。大企業による違法なリストラをやめさせて雇用を守ること、大規模な人員削減計画に対しては合意に達することを目的とした、労働者との協議や撤退する自治体の事前通告と再就職援助など雇用確保への努力を義務づけることが必要だと思います。正規雇用を原則にし、有期雇用を規制することです。異常な長時間労働を是正して、労働時間短縮で雇用を創出することも必要だと思います。サービス残業の根絶、残業時間の法的規制、有給休暇の完全取得、深夜、夜間労働の規制などを行うことです。労働時間短縮と育児、介護休暇を取り扱することは仕事と子育ての両立にも寄与します。賃上げ政策を転換して最低賃金を時給1000円以上に引き上げる全国一律最低賃金制を作り、働く貧困層をなくすことも必要です。また先生からお話があったように、3年生から就活に追われる、面接とぶつかって教育実施もできない、就職活動の早期化、長期化は学生の大きな負担になっております。専攻や卒論、卒研のテーマも決まらない時期に内外定を出すなど、専門性も生かさない就活は学生を受け入れる企業にとってもマイナスだと思います。
少なくとも卒業後3年間は新卒扱いとして就職を斡旋の就職の斡旋対象としたり、就職活動でも差別しないようにするよう政府が企業や大学を指導することが求められていくと思います。では高野さんお願いします。本当にこれは深刻であるというふうに言います。そう思っております。で非正規の社員、率が全体の就業者の3分の1を約占める、200万円以下の年収の方の1000万円、そういった本当に状況であります。で若い人たちは特に全体の失業率の中で特に若年層が高い、10% がある、そういった現実を私どももよく承知をしております。で短期的にはやはり茨城県への市町村、そして県と一体となった企業誘致、職場の増設といいますか、増やしていく、そういった努力、それでもう一方では、将来的には私どもの政策として、党の政策としても打ち出しておりますけれども、ライフイノベーション、グリーンイノベーション、やっぱり介護であるとか、これは社会保障に投資するのは、戦争するようなものがどんどんお金が湯水のことで流れてしまうという議論の一方でそういうことを主張されたと思いますけれども、やっぱり私どもとしてはこの県北地域の緑豊かな自然、そういったところに新しい雇用の創設、そういったものを図っていきたいと思います。ただ現実に今3年生、4年生という子たちのことを考えますと、本当にすぐにそうした対応ができないということについては本当に政治家の一人として申し訳ない気持ちもあります。でこの問題というのは、成熟社会の日本、もういいことばっかし言っても私はこれからの政治家ってはそうあってはならないと思ってまして、正直にある程度言ってかなきゃいけない。もうやはり 2%、3% の経済成長を維持するだけで本当にこれはもう大変な状況になっております。でこれは成熟社会であれば当然どこの国も私はそうであろう。じゃあその中でどうやって喜びを感じ生きていけるような社会を作っていくかというと、やっぱり最終的には私は価値観を人に押し付けることは特に政治家を押し付けちゃいけないわけですけれども、新しい価値意識の創造がみんなの力でできないかなっていうふうに思ってます。昔は家が自分の部屋がなくても楽しかったって話を僕なんか聞きます。僕たちの世代というのは53歳ですけど、私はもう生まれた時にテレビがありました。人間の喜びというものをもっともっと心の面で、そういうことを持てるようなそういった国家像、そういった社会を目指して私は取り組んでいきたいというふうに思っています。私自身が、実は18から、21まで3年間、そのうち2年間、私の家は代々19代目の神社の神主なんですけれども、順調に来たように言われるんですけど、実は2年間私家を出たりしておりました。今で言う当時はそういうことはなかったんですけども、フリーターを約2年しておりました。で将来希望が持てないっていうか、そういった時もありました。ですからもう何の励ましにもならないかもしれませんけれども、若い人たちにはぜひ将来自分の道が見つかるんだと、そういった意識をきちっと持っていただいて、頑張っていただきたいというふうに思いますし、私どももさっき言った短期的な施策、工場の誘致であるとか、そういった努力をし、なおかつさまざまな、学校でのいろんな支援、そういったものを進めていきたいし、さっき野さんが言ったこともありましたけれども、さまざまなそういった創設、をしていきたいと思っております、信用ですね。ただ、最終的にはやはり私は新しいそういった国家像、そういったものを求めて、みんなで頑張っていきたいというふうに思いますし、そのことをやっぱり経済成長、経済成長といってもですね、これは諦めてはおりません、諦めてはおりませんけれども、新しい時代、特に今、すさんだ子どもたちもいじめがある、不登校も10万人を超えている、12万人、そうした中で、やっぱり新しい
国家像というものをみんなで考える時が今来ているというふうに思っております。そのことをちょっと申し上げて、私からも考えさせていただきます。ありがとうございました。もう会場に、その辺にも学生いますけど、今食い入るように聞いてました。彼らにとって非常に深刻な問題ですので、ぜひ彼らのためにも政治家として頑張っていただきたいと思います。それでは第7問目でございます。こちらも東京大学の学生が考えた質問ですが、政治家と官僚の関係についてでした。長く日本は官主導ということが言われておりまして、特に各省庁の大臣は1年とか2年とか短い周期で変わってしまって、なかなか実質的な仕事ができない。なので言葉は悪いですけども、みこしは張り行こうがいいというような言葉も言われたりしてたわけです。しかし民主党政権に変わってからそれはいかず、やはり国民の代表である政治家がしっかり官僚を握って政治主導を確立すべきだというようなお考えで、さまざまな改革をされました。例えば、これはあくまで一例ですけども、政府三役会の設置であったり、官僚による国会答弁の禁止であったり、もしくは事務次官等会の廃止、これはちょっと審査員に事実上復活しておりますが、他にも国家戦略会であったり、さまざまな改革をされて、とにかく政治の主導権を官僚から政治家へということを目指されたというふうに思います。しかし、実際に2009年から3年経ったわけですが、じゃあ、政府のガバナビリティ、つまり統治能力は果たして上がったのというところには、なかなか厳しい意見が多いということもあるかと思います。ちょっと一つ飛ばしますけども、常磐大学の学生です。1年生の女の子ですが、こんな、私、政治学の師を持っておりますが、こんな質問がしました。官僚が答弁できなくなったことで、国会で話し合うことが浅い内容になってしまっているのではないかと感じます。この意味を知っていますか？など、本質的ではない議論や、漢字が読める、読めないで揉めるなどの光景が見られます。官僚主導が抑えられ、国民の代表である政治家主導になったのは良いことだと思いますが、それによって国会答弁の内容や政府の政策能力が低下しているのではないかと感じています。ゆとり教育と言われますが、こういうしっかりした学生も実際います。で、確かに国会中継などを見ていると、もっと首をひねざるを得ないようなことも多々あったりするわけですけれども、しかしやはり官僚と政治家、この両者の関係をどのようにしていくか、これも今後の日本を考える上で大きなテーマかと思います。ではお三方はこの政治家と官僚の今後の在り方についてどのようなご認識をお持ちかをお伺いしたいと思います。では宇野さんからお願いします。はい。ちょっと論点が違うと思われる方もいらっしゃると思いますが、私は官僚の国会答弁の禁止なんかは問題ではないと思います。政官の癒着、財界中心の政治が問題だと思います。公務員は全体の奉仕者、これは公民法で言われております。しかし一部の特権官僚が国民への奉仕ではなく、一部の政治家や企業、財界、その奉仕者となっていることが問題だと思います。その政官業癒着の接着剤が企業を渡り歩いている巨額の報酬や退職金を得る天下り、また政治界の企業団体献金だと思います。天下り官僚は許認可や公共事業などの仲介、情報提供などを行って利益を得た企業から企業が天下り官僚を優遇する、そういうことになっております。同時に政治家には政治献金を行い、企業よりの政策を進めてもらう関係になっています。特権官僚の最たるものである天下りを根絶しなければならないと思います。民主党さんは官僚主導政治と批判しておりますが、企業との癒着を断ち切るどころか、企業から省庁への就職、出向する天上がりや官民人材交流で
一層困っているのは実態です。2000年8月のデータですと、企業から官庁に2325人も勤務しております。企業活動に直接関わる部署に配属されていることは大問題です。では高野さんお願いいたします。はい、この官業指導からですね、政治指導へというのは私どもが主張していた大きな根本的な大きな課題でありました。で、政治三役制度というのを作りました。そして事務次官会議をなくしました。で、私はこの方法のやっぱり良かった点、反省すべき点、両方あると思っています。やはり効果があった点としては、やはり長い間の政権の一つの政権が続いてきた、その中で間違いなく政官業の癒着はありました。下手すればパーティー券の販売まで役所がやってたんではないか、そう思われることもありました。しかしそれは今なくなりました。そしてやはり政治家に対して、役人の方々も意識は、そういう点では私は大きく変わった、役人の意識が大きく変わったというのは極めて一つの大きな結果であったと思います。しかしじゃあ十分にそれを機能を果たしているかというと、残念ながら私は果たせてないと思っております。意識を変えようという意識にはなったけれども、実際の仕事上のさまざまな実は問題が出てきております。まず役人のモチベーションが下がりました。天下り謹慎しましたから、一生懸命勉強してきて何十年勤めても行くところがない、それで国家のために奉仕するというのはよっぽどの精神力がない、なかなか難しい。やっぱり今役人のモチベーションが下がるということは、私は国家の機能としてやっぱりそれをモチベーションをどうやって保たせて国のために働こうという意識にさせるか、そこまでには行ってないというところであります。決してこの方法が間違ったと私は思っておりません。しかしまだその段階として行ってない、そこまでになってない、今それをやっている途中である、さまざまな試みをしているという現状であります。それからもう一点良かったと思うのは、自民党さんも朝から部会とかいろんな勉強会を多分やってたと思います。しかしそれは役人側の話を聞く、そして意見を言う、それぞれ説明を受ける、答弁をする、下手すれば、質問書も用意してくれて答弁書があって出来合いですというケースが多く、しかし今はそれは全くなくなりました。私の質問にも十何回経っておりますけれども、全部考えて自分で考え調べてやる、やっぱり基本的なそういうところの政治家が自分から考え学ぶ、当たり前のように国民の皆さんは思っていらっしゃるかもしれませんが、今まではやっぱりそういう緊張感を欠けていた、その点は私は一歩進んであろうというふうに思っています。しかし時計大学の学生さんがおっしゃるようなことも現実にあります。したがってこれは大きな機構改革、もう明治以来のですね、官僚国家、官僚体制、そうしたものを今変えようとしているということでありまして、3年という中で、全然良くない、もっともっと悪くなったというご意見があるのも承知をしておりますけれども、しかしこれからの新しい体制というものは、やはり政治家がリーダーシップを取って役人をうまく動かす、使う、それは人事権と私は予算であると思っております。だからもっともっと役人をうまく使いこなせるような体制というのは確かに必要だと思います。もう一方でやはりアメリカのような大統領制とは違う国家体制で日本は来てたということであります。議員会の内閣制の下でこういった官僚機構が出来上がって、国家戦略局というものを作って内閣に一元化しようとして努力を今しておりますけれども、なかなかに省庁縦割り、やはり戦後60年あるいは明治時代だったら数十年のその体制というものは、わずか3年では本当に新しい時代に対応できる体制になっていないということは反省しながらも、これはやっぱり方向としては前にとしてはならないというふうに思っております。もっと実効性が得られるように努力を続けていく、そういった決意でございます。では梶山さんお願いします。
まず官僚は公僕としての、まあ、使命感意識を持つこと、まあ、政治家は選挙としての、まあ、使命感意識を持つことというのが大前提だと思っております。まあ、非常に慣れ合いがあった、これは自民党時代の反省でもありますけれども、まあ、自民党時代、まあ、古くから、まあ、ずっと与党をこう経験をしてきたという中で慣れ合いがあったのも事実だと思っております。お互いに緊張感を持って、まあ、やっていくということですけれども、まあ、一党だけで全て解決だけできるわけではありません。まあ、国会の中の運営、まあ、議員運営委員会などでこれは話し合われます。それぞれの委員会の運営というのはそれぞれ理事会で話し合われます。そして答弁については本当に政治家じゃなくちゃダメなのかどうなのか、細かい数値について本当に知ってますかというような、その答弁に関しては官僚にやらせてもいい。ただ大きな方針に関して、まあ、政治家が大臣として言ってるわけですから、そこはやはり政治家の口から言っていくというようなことが各党の合意の中で、まあ、行われるべきだと思いますけれども、まあ、それぞれ与党野党の中で当選者は大臣じゃなくちゃダメだというようなやり取りがこれまでもお互いに与党野党を経験しながらあったと思うんですけれども、まあ、そこはまあ大人の関係、まあ、お互いに学習をしたということで、まあ、そういったことを進めていくこともまあ必要なんじゃないかなと思っております。会議の皆さんはそれぞれにやっぱりしっかり勉強されている、そしてまあ法律についても非常に専門性のある知識があるということで、法律を作る方々ですから、やはりその能力を利用しない手はありません。ただ我々はですね、今行われているように結局選挙を経て皆さんの思いをいろいろ伺った上で、そしていろんなご意見を伺った上で、選挙として国会に行っているわけですから、官僚に物を言うこともできるということなんですね。いつの間にか、まあ、官僚に丸められた政治家もいるかもしれませんけれども、お互いに、まあ、それぞれ立場をわきまえて緊張感を持ってやっていくということが、まあ、ここ数年やっていけるんじゃないかと私は思っています。ありがとうございました。それでは以上7問につきましてお答えいただきましたが、最後にお一人2分ずつ補足説明を行っていただきます。今までの質問に対する補足でも構いませんし、もしくはそれ以外の内容でも構いません。2分間自由に補足の説明をしていただければと思います。それでは、高野さんからお願いいたします。まあ、補足と言いますか、私が主張していることの一つもうちょっとお話をさせていただきたいと思いますけれども、今まで私は、2世3世の議員、いわゆるその世襲政治があまり批判をしてきませんでした。でこれは別に戦っておられた梶山さんだから遠慮して言わなかったわけではありません。これは私は実は憲法違反だと思っております。これを禁止すると、と言いますのは、お父さんが国会議員だと息子が国会議員になっちゃいけないって決めてしまえば、これは職業選択の自由を奪うからであります。ですから私はそういう信念で、そうしてきました。で今回は脱世襲政治を私も出させていただきました。と言いますのは、イギリスは事実上二世候補を禁止されております。イギリスはほとんど新しい方が出てきて、私は日本はそこまでいかなくても、やっぱり自分が自ら7年前に出て4年の導入を経て今バッチをつけさせていただいた、それも厳しかったです。で今つくづく思うのは、やはり少なくとも同一選挙区からの候補はこれは何らかの形で制限するべきではないかというふうに今思っております。やはりそうじゃないと若い優秀な人たちがもっともっと出てきて、そしてその選挙区で議論を戦わせて、そして皆さんから選ばれた人間が政治家に立っていく、どうしても政策やそういうものだけでは衆議院選挙、非常に選挙という部分では難しいなというのを実感しておりますので、私は同一選挙からの立候補を禁止、これは次の世代のために実践をしていきたいと。それでは梶山さん、ご自由に。
まあ、私のことなのかもしれませんけれども、まあ、自民党もそれぞれ党の中でですね、いろんな議論をしていると思います。そして、まあ、公募というような形もとって、その中で選ばれた方はどうぞ出馬してくださいという形をとっております。そして、まあ、何回も当選を重ねると必ずフィルターにかけられるんですね。こいつ能力があるかどうかということ、そして能力が なければ必ず、まあ、1回目、2回目、淘汰をされてしまうということであります。まあ、しっかりとそれは選挙人の皆さんが選んでくれているということだと私は思っております。そしてもう一つちょっと補足したいのはですね、原子力に関してなんですけれども、まあ、3年でっていうのはですね、今年の7月から再生可能エネルギーの全量買取制度っていうのが始まりました。太陽光を買いますよ、風力を買いますよということで始まったばっかりなんですね。どのくらい普及できるか、そしてどんな支障があるかという技術的な問題も3年ぐらい経たないとわからない。その間にしっかりと原発についてもチェックをして、残り50基のうち全部運転可能なのかどうなのか、再稼働可能なのかどうか見てください。さらにはさっき言ったように避難計画が立てられるのかどうか見てください。場合によっては50基のうち5基かもしれない、3基かもしれない、ないかもしれないという結論が出てくる可能性だってあるわけであります。まあ、そうした中で今度は何をどういう割合で電力の電力として使っていくかということも必要になってくるということで、そこからやはり技術開発やどういう形で今度は燃料を海外から買ってもらえるか、資源の内容は安定ですから、そういうことも含めてあまり限定しない方が足元見られずに済むということであります。でも安全が一番てっぺんにあって比較しようのないほど高いところにあるということは現実、そう考えております。では野さんお願いいたします。はい、私は領土問題について現在尖閣諸島の領有をめぐって日本と中国の対立が深刻化しております。製造業や環境業にまで影響があるので深刻な経済問題にもなっております。尖閣諸島は歴史的に見ても国際法から見ても明らかに日本の領土です。この問題解決、日本政府が領土問題は存在しないという立場を改めて紛争問題になっていることを真正面から受け止めて理を尽くして冷静な外交交渉を行うことが必要だと思います。またこの領土問題、外交交渉だけでなく中国の世論、国民が日本の軍国主義の侵略だとそのように思い込んでいる、それに対して過去の侵略戦争に対する真剣な反省、これを伝えるとともに歴史的事実や国際的道理を説いて解くような、そういう対応も必要だと思います。過去の侵略戦争にどういう態度を取ってきたか、そして侵略戦争に反省しない、また憲法改正を進める、そういう政党では まともな外交交渉難しいと思います。過去の侵略戦争に関して反対してきた日本共産党、今度の選挙でぜひ躍進を勝ち取ってそのような外交交渉を進めるようにしていきたいと思います。ありがとうございました。それでは最終質問に移らせていただきたいと思います。お係の方、フリップを各立候補予定者の方にお渡しください。今から私がもう一つだけ質問をさせていただきます。1分間お時間を差し上げますので、1分以内にその質問に対するお答えをお手元のフリップにお書きいただいた上で、私の合図で客席の皆様にお見せいただきます。今からお出ししますので、私がこの問題を出してから1分間時間を差し上げます。よろしいですか。それでは最終問題です。現代の日本政治において一番必要なものは何だとお考えですか。簡潔にお答えください。
資料に。資料に。よろしいでしょうか。はい。それでは、せーので開いていただきます。せーの、どうぞ。梶山さんが政治家の意識改革、そして宇野さんが財界中心の政治、アメリカ言いなりの政治を改め本物の改革を、そして高野さんが新しい価値意識の創造と、お三方違った非常に興味深いお答えを出してくださいました。ありがとうございました。それではこれで公開討論の終了となりますが、最後にですね、お互いの検討を挑む意味でちょっと前に出ていただいて、それぞれちょっと手を合わせていただけますでしょうか。それでは会場の皆様、お三方の検討を許して盛大な拍手をお送りください。公開討論会を閉会させていただきます。長時間にわたりありがとうございました。